ピアニスト大のうますぎ僕天才プティ。この番組は聞いていただいている方々のご好意によって放送させていただいています。ハロー、グッドモーグン。おはようございます。ピアニストのダイです。今日は4月13日水曜日、朝7時を迎えました。おととしの5月から始めたこの放送も今日で72回目の放送となりました。2週に一度水曜日の朝7時にラジオとして投稿していきます。3月は朝にお届けしたい演奏のみの動画でしたが、今月からはまたラジオとしてお届けしていきたいと思います。さて、4月になりました。もう各地では桜も満開になり、終わりを迎えたところもありますが、北海道はまだまだこれからです。僕は3月の後半東京にいたので、いつもより早い桜の開花を見ることができました。まだまだ今年もコロナでゆっくり見ることができた人は少ないと思いますが、来年こそはゆったりとお花見したいものですね。そんな桜の季節の4月なので、今日は春らしいこの1曲をお届けします。実は最近中高生の間で再ブームをきたしているこの曲をお聴きください。懐かしい人もいると思います。スピッツでチェリー。Thank you.
いかがだったでしょうか。懐かしさいっぱいの方が多かったのではないかなと思います。僕もね、めっちゃ懐かしかった。それでは今日の名言をお届けします。暗闇の中でこそ星が見える、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア。昼も星はそこにあるのに、夜にだけ輝いて見える。星をあえて苦悩と置き換え、昼をいい状態と表すなら、夜にしか感じない苦悩も星のような輝きを放つ希望の光となり得るのではないでしょうか。ヨーロッパでは朝のさよならの挨拶の後に、決まって良い一日になりますようにと付け加えます。今日も僕もドイツ語で言ってみたいと思います。皆さんの今日という一日が素敵な日になりますように。 Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss, Papa. それでは、いってらっしゃい。